おはようございます。今日も雨だね。しばらく雨なのかな。日に当たりたいね、君たちがね。なっています。走り回ってます。あ、ガラッと開けて出てきました。映像は後ほど。ギター教室に通って、3回目の授業を受けたわけですね。おとといになるのかな。今日はもう今日金曜日だから3日経つのか。か水木金、そうだね。1回目の授業ではいわゆる理論でしたが、2回目からは、体を使う、まあ、指を使うトレーニングということで、今やってるのはペンタトニックスケールっていうやつですね。なんかカッコつけて早く弾こうとして失敗しました。ゆっくりやります。これが2回目ですね。そのこの、途中から、追加が3回目ですね。これは、要するにですね、ここまでの一連の流れ、これを体に覚え込ませようということ。おうダメだ。これが滑らかに動くようになってきていったら、今度はそれにこれを追加するんですね。これが途中からそっちに移行すると、こうなるそうです。これ教材として皆さんが使っていただくということではなくて、教わってる用の動画ですから、くれぐれも注意してくださいね。60になったおじさんが、まあそこそこその自分の伴奏は弾いてきたんだけれども、もっと上手に弾きたいなということで相談したところ、これはリードギターの練習なんですけどね、これをやりましょうということになりました。でリードギターを弾きたいわけではないんですという話なんですが、まあ考えてみると、これ C とか A マイナーですね。このコードに沿ったえ
こういうことですね。ちょっと変なの出ちゃったけど。になっているコード、まあコードというかそのキーですね。A マイナーの曲、C の曲の時に、弾いてる途中で、まあ今のはちょっとかっこよくはなかったですけど、少しこういうものを盛り込みながら、伴奏するといいのかなと理解しました。確かにですね、やってみると、リードギターってすごくこう難しいものだと思ってたんですけど、これさえ、この音さえ、外さずに抑えられれば、まず音から外れないんですね。そのコードからね。ということでした。